皆さんこんにちは、ビームチャンネルの二上です。この動画では建設業で使われるビーム、こちらをですね、皆さんと一緒に学んでいこうというチャンネルになっております。はい、今週のですねオートキャド講座やっていきたいと思います。前回はですねオートキャド2023最新バージョンをインストールしていったわけなんですけども、今回はですねオートキャドとはというテーマでお話ししていきたいと思います。大きく分けて3つありまして、1つはですねオートキャドとは、そして2つ目はオートキャドの良いところ、そして3つ目、オートキャドの悪いところですね。この3つについてお話ししていきたいと思っております。それでは行ってみましょう。はい、それではまずはオートキャドとはということでお話ししていきたいと思います。オートキャドとはですね、アメリカに本社があるオートデスク社が開発しています、建築図面作成用でよく使われる CAD のことでございます。もちろんですね、建築だけじゃなくて、機械関係ですね、製造でも使われておりますが、私がいるですね、建築業界では非常に有名なソフトになります。1982年に登場したというふうに言われておりまして、販売からですね、約40年が経っているというソフトになります。世界的に有名なソフトでして、建築設計者、建築施工者、専門業者とですね、様々な人がですね、このオートキャドを使って業務を行っております。日本でもですね、様々な人が使っているんですけども、どちらかといえば公共建築だったり一般建築、いわゆるですね住宅建築、住宅ではない建築物ですね、こういったものにですね携わる方が使っている印象でございます。大雑把に言うとですね、木造ではない鉄筋コンクリート造だったり鉄骨造ですね、こういった建築物ではオートキャドがよく使われるんじゃないかなというふうに思います。こういった建物はですね、大規模な建築物になりがちですので、必然的にですね、大手設計事務所さんだったり大手ゼネコンさんが扱うような建物で使われる傾向があります。一方でですね、住宅の設計をメインにされているですね設計事務所さんなんかは、日本ではですね JWCAD という素晴らしいフリーソフトですね、無料のソフトがありまして、こちらも非常に使いやすいソフトでして、無料なのにですねこう手で書くようなイメージで図面が書けるという CAD になっております。こちらをですね、使われる方が非常に多くいらっしゃいます。ただですね、住宅を扱う建築設計事務所さんでも、オートキャドを使われる方は非常に多くいらっしゃいます。またですね、ハウスメーカーさんですね。ハウスメーカーさんは独自のキャドをですね、社内で作っている場合が多くてですね、もちろんオートキャドを使っている会社さんもあるんですけども、社内のですね、独自のソフトを使って図面を引いているということがあります。会社によってですね、使う使わないはあるんですけども、オートキャドはですね、非常に慣れると使いやすくてですね、世界的にも広くですね、使われているソフトになります。はい、それでは続きまして、オートキャドの良いところですね、伝えていきたいと思います。はい、良いところですね、たくさんあるんですけども、まず一つ目ですね、作図の自由度が高いということを挙げさせていただきます。作図の自由度が高いということで、CAD 上でですね、こう自分で手書きで線をこう書くようなイメージで、何でも書けるということなんですね。今まで手書きでこう書いてたものが、そのままですね、パソコン上で書けるということでございます。なので自分が書きたい絵をですね、書けるということで非常に自由度が高くて、素晴らしいソフトになります。続きまして2つ目のいいところなんですけども、こちらはですね、修正がしやすいということでございます。修正っていうのはですね、例えば1回書いたものを移動したりですね、それからコピーしたり、あと消すとかですね、こういったあとストレッチとか言ってこの線をですねこう伸ばしたり縮めたりですね、こういったものがですね非常に自由にできるということでございます。この修正が簡単っていうのは非常に重要でして、例えば昔ですねこうドラフターでですねこう手書きで皆さん図面を書いていたんですけども、一つですね文字を消そうと思っても消しゴムでこう消すとかですね、あとコピーしようと思ったら、トレーシングペーパーみたいなものでこうなぞったりとかですね、いろいろ工夫しないといけなかったんですけども、もちろんコンピューター上の CAD ですから、そういったものが非常に容易であるということでございます。で、建築はですね、やはり修正、設計変更とか施工での変更ですね、こういったものが付き物ですから、やはり修正しやすいっていうのは非常に重要なポイントかなというふうに思います。はい、続きまして良いところの3つ目なんですけども、レイヤーでございます。レイヤーっていうのはですね、この線一本一本にこう意味はないんですけども、その一本一本にですね、レイヤーという概念ですね、レイヤーというものを与えることができます。なので、例えばですね、柱という名前を付けたレイヤーですね、柱という名前を付けて、例えば色をですね、赤色の線にしましょうか。これをですね、柱というふうにレイヤーの名前を付けます。で、その柱というレイヤーで、
こう線を描くとですね、柱っぽい絵を例えば描いたらですね、これは柱なんだなというふうに認識することができます。他にもですね、壁のレイヤーを作ったり、あと窓のレイヤーを作ったり、あと通り芯のレイヤーを作ったり、敷地のレイヤーを作ったりとかですね、その一つ一つの線にですね、意味を持たすことができるわけでございます。このレイヤーの概念によって例えば修正することも非常に簡単だったり、例えばですね、自分だけが見る図面でしたらこれは柱だ、これは壁だっていうのはですね、自分が分かってるからいいんですけども、例えばそのデータをですね、業者さんに渡したりとか、お客様に渡す、でお客様が見る、業者さんが見るみたいな形になった時に、その CAD を開いてですね、その線をですね、クリック、赤いラインをクリックすると、レイヤーのところに柱っていう名前が例えば出ていたら、あ、これは柱のつもりで書いてるんだなということが分かりますよね。こういった形で、レイヤーがあることによってその図面がですね、分かりやすくなる、人に渡した時にも分かりやすくなるということがございます。このレイヤーですね、非常に奥が深いので、後々ですね、勉強していきたいと思います。続きまして、良いところの4つ目なんですけども、ビューポートを挙げさせていただきます。ビューポートなんですけども、こちらはですね、AutoCAD 全くわからない、あまり知らないという方に向けて、お話ししておりますので、ビューポートについてもお話ししたいなというふうに思います。非常にですね、AutoCAD の特徴と言ってもいいんじゃないかなと思うんですけども、ビューポートというのは、言葉で説明するのちょっと難しいんですが、私のイメージですけども、私のイメージは窓でございます。窓。こう窓でこう見るみたいなイメージ。これがですね、ビューポートでございます。で、何を言ってるかと言いますと、例えばですね、住宅みたいな小さな建物ですと、1階平面図を左に置いて、2階平面図を右側に置く。そして図面枠を配置すれば、1枚の図面枠に1階と2階が両方映って、住宅の平面図ですよというふうに表すことができます。この場合だと、モデル空間っていう空間、線を描く空間があるんですけども、そこでですね、完結するわけでございます。ただですね、大規模建築ですね、例えばララポートとかイオンみたいな非常に大きな1階平面図といってもですね、例えば1万平米とかですね、すごい大きな、スタジアムとかでもいいかもしれません。そういった大きな建物を扱うときに、その1階平面図はこの1枚の図面の中では絶対に収まらないですよね。そういったときにビューポートが活躍するわけです。大きな平面図をですね、モデル空間と呼ばれる、その線を描く空間ですね、線を描く空間に1枚というか1つでですね、例えばイオンの平面図を描きます。で、平面図を描いた後にですね、ビューポートで一つ一つの場所をこう見に行くわけですね。こう分割することができるということです。こう12345678910111212枚で1回平面図をこう分割して表現する。そうすると平面図の枚数は12枚みたいな形になりまして、12枚で1回平面図を表現するみたいな形になります。これがですね、非常にやりやすくて、便利な機能でございます。なのでですね、 AutoCAD のいいところに挙げさせていただきました。これはですね、結構特徴的な機能でして、 JWCAD にはない機能でございます。このビューポートですね、非常に言葉で説明するのが分かりにくいですので、また次回以降ですね、CAD を使ってですね、画面で説明していきたいなというふうに思います。はい、最後のですね、5番目の良いところなんですけども、こちらはですね、みんなが使っているということを挙げさせていただきたいと思います。みんなが使っているってどういうことかというと、設計者さんも使ってて、ゼネコンさんも使ってて、専門業者さんも使っている、そして私も使っているみたいな形で、みんながですね、AutoCAD を使っているということでございます。そうすると何がいいかっていうとですね、建築の図面とかはですね、一人で完結、一人で作れるものではないということですね。例えばそれこそイオンみたいな大きな建物ですと、いろんな人がこう分担して作っていくということになるんですけども、そういった時にデータのこう受け渡しが頻繁に行われます。その場合、みんなが AutoCAD を使っていると互換性がもう間違いないわけですよね。これがですね、一つの、例えばイオンのプロジェクトで、この人は JWCAD を使って、この人は AutoCAD を使ってたら、ここでデータを受け渡すときに、互換性を変換するですね、ソフトだったりそういったものはあるんですけども、拡張子とかですね、あるんですけども、 AutoCAD 同士の方が間違いないですよね。なので、みんな使ってるっていうのは非常に大きなメリットになるんじゃないかなというふうに思います。はい、それでは最後に悪いところの発表でございます。
はい、悪いところの一つ目なんですけども、値段が少し高いということを挙げさせていただきます。オートキャドはですね、ちょっと昔はなんですけども、正規版この 3D も扱えるオートキャドっていうのがあって、これがですね確か年間じゃなくて買い切りですね、買い切りの80万ぐらいだったと思います。50万を超えるぐらいの値段で非常に高いわけでございます。ただですね、最近はですねサブスクリプションになりまして、1年間いくらみたいな感じで、こう1年間ずつですね、3年ごととか契約して使用することができますので、そういった意味では導入のハードルは非常に下がったというふうに思います。またですね、学生さんですとか教員の方ですね、こういった教育系の方はですね1年間無料で使えるというものがあったり、あと誰でもですね初めての方は体験版がですねダウンロードすることができますので、こういったものを使ってですねオートキャドを使っていくといいかなというふうに思います。はい、そしてですね、悪いところの2つ目なんですけども、自由度が高すぎるということを、挙げたいと思います。これはですねメリットの1番目で申し上げた自由度がある、何でも好きに書けるということと、ちょっと表裏一体にはなるんですけども、この自由度がありすぎるあまりですね、この何かルールがないとですね、もう本当に適当に書いたらすごく見にくい、誰が見てもちょっと見にくいみたいな図面が出来上がってしまうわけでございます。書いた本人にしかわからないみたいなイメージですね。で、先ほども申し上げた通り、建築プロジェクトっていうのはいろんな方がですねこう関わるわけでございます。なので書いた人しかわからないような図面を書くっていうのは非常に危険だし、皆さんですね見にくいということになります。そういった意味でこうルールをですね、結構各社さんですね、こういうふうに書いてくださいみたいなルールを設けたりとかですね、そういったことをしないと、なかなかですねこう図面のコントロールができない、図面の管理ができないということになります。なのでこの自由度が高いっていうのをですね、メリットでもあってデメリットでもあるかなというふうに思います。はい、悪いところはですね以上になります。特にですね、これといってないわけなんですけども、あえて挙げるなら値段が高いというのと、自由度がちょっと高すぎて管理がちょっと大変ですというと、この2つですね挙げさせていただきました。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回はですねオートキャドについてというテーマでお話をさせていただきました。次回なんですけども、前回インストールした2023バージョンですね、こちらを実際に開いて初期設定ですね、はじめどういう設定をするのかっていうところですね、ちょっと画面のインターフェースも含めてご紹介したいなというふうに思います。それでは今回の動画は以上になります。また次回の動画で学んでいきましょう。